飲食店等の、時短営業により経済活動に多大な影響が出る中、学生アルバイトや非正規労働者、男性に比して、給料の低い女性から、労働の機会を失わせ、自主、学費未納などの、退学の危機や生活の困窮に陥らせています。また、持続化給付金、家賃、支援給付金も、制限期間の申請期限が終了しているため事業者にも影響が出ています。大規模な、控除の必要性、この国に生まれてきてよかったと思えるように、2度の緊急事態宣言の発令により疲弊・落胆する社会を解消すること、また第4波を何としてでも、抑止するためにも保証なき自粛を国民に強いるのではなくきちんとした保証を行ってください。菅首相は最終的には生活保護発言があり、さらにその後、扶養照会を緩和する方針を示しましたが、いまだに根付いてしまっている生活保護を受給するのは恥という世の中の風潮と周囲の目はそう簡単に変わるものではありません。年度末、コロナ禍以前でさえ自殺率は高くなる傾向ですが、このままでは自殺率のさらなる増加が懸念されます。早急に10万円追加一律給付、そしてその後もコロナ収束まで定期的な10万円定額給付を私たちは求めます。とりあえずこんな感じで。てかすごい文章うまくてすごい羨ましいですよ。いや、パクってちょっとアレンジしただけですよ。でもまあ、まあ、あの根本趣旨っていうのはしっかり伝わった。この国に生まれてきてよかったっていうのはね、ちょっとあのね、たまたまね、あの和田貴子の、あのお金を鳴らすあなたのところの冒頭のところ、あなたに会えてよかったっていうのをなんか歌ってて、あ、これいいなと思ってね、なんか書いちゃったみたいな。ただなんかこの何、緊急事態宣言の度と重なる期間の延長によるのこの文面の中のこの持続化給付金とか家族支援給付金あるじゃないですか、これなんかそういったのって出たことによって詐欺も結構多くて、結構被害者、私実はあの生命保険にいた時の先輩も実はこれ受けてるんですよ。やっぱりそういった詐欺、そういったものの詐欺も多いから、なんかそれに対して、それに対するものとかも対策とかも国は何もしてくれないのかなとか思ってたりとか、別に私が引っかかったわけじゃないけど、なんかそういったとこって、あ、ラスト、じゃあなんか今頼んだりするのか、別に、一応ラストオーダーで、じゃあ俺コーダーゼロあれば、まだゼロなの、はい。私はウーロン茶のポテトサラダ。あ、じゃあすみません。ほんまにないと思いますよ。3人とかだよ。だって宣伝もしてないもん。ただタイムラインに出しただけだから。逆にそれをシェアしてもらえたらいいと思いますよ。私とタイムラインにあるから、石黒さんシェアしていただけますか。これをじゃあ、これをコメントお読みになってないようなので、退出します。ゆみちゃん。もう少し穏やかに喋ってもらえないでしょうか。ゆみちゃんって。娘さん。うん。いや。穏やかにもなかなかできないかな。穏やかな。ちょっと無理かも。穏やかなつもりではある。頑張るけど、ちょっと腹渡が正直見えくり返ってるから、私も。一応、穏やかなつもり。穏やかに頑張るけど。いや、自分なんかもっと、もっとトーン高くしたいぐらいよ。そうよ。全然もっと言っていいんだ。あと、鈴木優子さんが言ったの、その詐欺の件なんですけど、詐欺って結構なんか法律的にちょっと感情的にどうかなと思うんですけど、
あの自分で気づけたでしょみたいなあのところがいろいろ判例で出てて、そのあたり救済措置っていうのはなかなかない状況ではあるんですよね。脅迫とかそういうのと違って詐欺っていうのはちょっと難しいあの側面があります。あとあれ工夫によっては確かにね1000万とかいけるんだよね、まあ、なんかあのね個人事業で複数の頭が切れるというか、あのこう給付金とか補助金を全部取って取りこぼさずやろうと思ったらすごい取れちゃって、であれ詐欺なのかグレーなのかギリギリみたいなこともあると思うんだけど、問題は本当に困窮してる人っていうのはそこまで気が至らなくて、制度そのものが本当に困窮してる人たちへの支援ではなくて、なんていうか、まあ、給付金詐欺とまでは言わないんですけども、まあ、詐欺もあっただし、こう経営者の中でも小回りが効くとか、そこにチャンネルが向いてる方への支援になっていて、で今まで普通にアナログで商売してた人とかほとんど気がつかないですよね。なのであの例えばね、中小企業庁が3兆円ぐらいね、あの各個人事業主や中小企業についてのコロナの名目だったら何に使ってもいいですよっていう支援金というか予算があるんです。2時で決まってるものが、うちの日野にもあるんだけど、で私調べたら各県や各市にそれはあるんだけど、よーく見てホームページの下の方に PDF で出てくるのってるから、うん、誰も気がつかないな。でも私それ申請したら通ったんだけど、それって細かくホームページ見て私たちが使える補助金あるかなみたいな人じゃないと気がつかなくて、ね、自治体の取り方は悪いんですけど、いつもの手これ知らなきゃ出さなかった、言わないか気づいた人は出すけどみたいな、あの僕たちめんどくさいですからっていう風に見えてしまうっていうのがちょっとね、この今のコロナの時はそういう場合じゃないのかなと思いますね、うん、であとその前払いじゃなくてこう使った後出てくるみたいな、50万なら50万払った後領収書と納品書とか全部見せて報告書したら2週間後に振り込まれるみたいなタイプのものだから、その運転資金がないとそもそも使えなかったりとか離脱ものが、うん、なのでこう国として全く制度がないわけでもないんだけど、それが機能してないというそのまずは反省というか、だったらこの予算でさ、みんなに均等に振り込んじゃえばよかったじゃんって、その方が潰れる企業だって少なくなったし、その補助金給付金のコスパっていうのもあれから1年経つんだから検証してほしいわよね。で一番多分コスパ良かったのがこの10万円給付だと思うんですよ。正直、まあ、その大事なものに限ってはまあ、はがきで送れよみたいな、うん、分かりやすく、うん、こっちからこういうじゃなくてプッシュで、うん、そっちからちゃんと出しなさいよっていう方がいい、うん、いつもなんか気づいた人は来てねっていう程度は、まあ、通常の経済の時はいいと思うんですけど、コロナの時に限ってはダメだし、うん、今欲しい人もたくさんいる、うん、まあ、特に女性とか今弱者にしわ寄せがいってる状況なので、うん、そこに対してちょっともうちょっと国として動いてある人は動いてほしいなって思ってますね。まあ、それでこの請願書っていう動きはしようかなと思ってるんですけど、うん、でここの待って、ね、厚生労働省の何かに行くのか、そして文科省の何かに行くのかって言われるんですよ。そこちゃんとしないと受け取ってくれなくて、それを今調べていただいて、もし見てくださってる方で一緒に、この緊急事態宣言があと2週間延長ってなってる間に行くのがいいと思うんですけど、
年度も変わる前にね、うん、年度変わる前に行ったほうがいいね、行ったほうがいいね。でなのでそれどこの部署に行くかとかを調べませんか、うん、文科省に限ってはその私行ったな、学費を、学費の私ね、そこに行ってなんか、ね、何か忘れてきて預かってるだって何てかというと今年娘が大学入る前にその住民税非課税家庭およびそれに準ずる家庭の高等教育無償化の申請の仕方が分からなくてその部署に行ったので、丁寧にポスターとか見せてもらったんだけど、その高等教育無償化の部署に担当部署にその対象を住民税非課税家庭だけじゃなく、もうコロナ禍なんだから、まあ、全家庭にっていうのか、それとも年収900万以下っていうものをするのか、そこもちょっと請願の書き方の問題だとは思うんだけど、うん、とりあえず場所をはっきりしてたらいいですね。ちょっと厚生労働省何かだっけあれ、私ね問い合わせて、うん、無償化、ただ高等教育無償化だけどそれだと中学校とか小学校とか入らないんじゃないのというところもない、各々の高校大学とか全部違うと思うので、これはね高等教育無償化についてはうーん私のその娘が入ったのが第1か年だったの、うん、その住民税非課税家庭およびそれに準ずる、だからもう現場は大変混乱してて、で各学校ごとにじゃあ1回学費もらってから返すのか、その対象者が分かるまで学費もらうのやめるかとか各学校ごとに違ったの。で窓口の人たちも学校ごとに違うんで何ともうちは言えませんみたいな感じで新しい制度が始まると大変混乱するんだけどさ、まあそれはそうです。でも今ひょっとして動いたら新1年生とか新学期迎える方のこの就学支援制度っていうのはこれから審査されたりするんだよね、うん、なので我々の動き方によって本当に実現できるかもしれないよね。部署がもう高等教育とか中等、初等中等教育局、うん、私学部とかかなり細かく分かれてるので、どこか全部行く総合教育政策局ちょっと終わっちゃうんですね。これもなので行くとしたら事務次官ですこれはまあ、ね、半分冗談っぽく言ってるんですけど事務次官ってどこだっけ、なるほど、事務次官のところに行かせてくれるの文科大臣、事務次官そこから枝分かれして、うん、このほらもう総合教育政策局、大学はどっか分かんない、ここは多分こう中等、初等中等小学校中学校、うん、あそこで分かれちゃうのかな、ね、でもひょっとしたらその宛名は厚生労働省大臣、まあね、大臣だ、誰だっけ厚生労働大臣ね、まあ、まあ、調べりゃ分かるじゃん。で、で、2カ所ぐらいなら行ってもいいけど、ね。1人しかねえだろ。だって、現場の人って結構、真摯になって、相談乗ってくれて、すごくいい印象があるのね。一番大事なのは、多分、高校と大学、うん、かなと思って、中学校まではなんとか。あ、まあ、義務教育だからね。あ、そうだよね。義務教育だし、うん、まあ、児童手当とか諸々の手当っていうのもついてくるじゃないですか、うん、15、6歳まで自治体にはいるんですけど、うん、やっぱその後の将来を決めていくっていうところは、うん、まあ、高校大学っていうところが大事になるので、うん、そこに対して、まあ、しっかり今の実質無償化よりも完全無償化っていうのを回って訴える。で、まあ、先生が言ったように現場の方がすごい一生懸命だ、そうなのっていうところで、じゃあ僕たちは逆に言えば何をすればいいですかと、うん、あの人たちも組織の人間だし、うん、動けないところもあるだろうし、うん、どういう運動をしましょうかとか、うん、どういう政治家を味方につけたらいいですかっていうところまでやった方がいいかも。一緒に動いてくれる政治家って誰だろうか、
タムトモさん、なんか田村智子さんの、あと、あの共産党、森友とか最初にやった人、この間も結構いい質問してたね。まあ、まあ、なるほどね。どこだっけ、台東区議の鈴木昇さんとかと、うん、まあちょっと接点がありますけどね。そうなんだ、区議ちゃんでもね、いいと思うんだよね。だってさ、その、どうぞ。あの、厚生労働大臣で田村憲久さん、田村憲久さんっていうんだ。うん、まあまあ、あの、のりは憲法の権利に親しいですね。じゃあ一つはその厚生労働大臣と、あと菅総理あてにダブルネーミングで、この2つ、もしくは一つの、この、あの、一つの請願書に文科大臣と厚生労働大臣みんな一緒で文面一つで、で、10万円給付の方は厚労省で、学費完全無償化についてはあの文科省に行ってもいいんです。この問題は厚生労働省はさ、はい、10万円給付の窓口ではない。でまあまあ財務省に何度も言ってるからね。あれ、なんで最初あそこで会見できたんだっけ。財務省、財務省でやった時になんか厚生労働省記者クラブで会見したよね。10万最初そうでしたね。あれなんでできたんだっけ。自分で企画しといて忘れちゃったんだっけ。それはちょっとさすがに内部まではその時知らなかったんで。なんでだっけな。そのあとは金融会館でしょ。金融会館ですね。うん、あ、安藤さんね。あれ確か厚生労働省にも、うん、自分も疑問には思ったけど、なんか請願したんだっけな。そうだったんですか。いや、ジャンボジャニーだけだと思ったけど。じゃあ、関係するんでって言えばいいのかな。うん、まあ、コロナ対策っていうことなのから、関係は、まあ、ありますね。あれなんだろうね。うん、あと、自殺とかそういう部分では、まあ、厚生労働省は関わってきます、ね。特別、10万円は総務省だ。総務省 の担当官もあったよ、私。総務省にも行って、で、12月かな。あの4回目ってやつ。うん。その時の管轄が、まあ、総務の省、まあ、ということで、うん、これからの生活考えたら生活保護とかを、うん、あのベースにしてる厚労省とか、うん、まあ、その名前の通りなんですけど、そっちでやってもらった方が、正直今自殺者が増えてる女性とかシングルマザーとか、複合的にちょっと連携が取れるので、そっちに請願いた方がいいのかな。あ、え、総務省に、あ、厚労省、厚労省は生活保護、うん、まあ、シングルマザー児童手当とか、うん、ちょっとまあ知識はまだ詳しくは分からないんですけど、それだったらもう厚生労働省の方に。確かに、え、10万円の話じゃないの。そうそうそう、10万円の話と、10万円の話だと、あの総務省の方が経験はあるから、そうですね、池尾さん、うん、うん、いいと思いますが。ただ多分その総務省はまず総務省の敷地内に入り、敷地というかは入り口までしか入れなくて、できたら電話でとか郵送でみたいな感じで、総務副大臣が感染してんだよね。あ、だからすごい厳格だって、入れなかったのね。でも入り口まで持って請願書持ってったら、結果あの小野先生はその10万円給付の担当者の方に、実際にはお会いできてお話もちょっとできたんだよね。だけど厚労省の方がニュースになる可能性が高いし、生活保護とか貧困のこととかを訴えてる記者さんが厚労省記者クラブにずっといるから、この人たちも多分なんかニュース求めてるよね。だから、うん、この間だったら緊急のやつなんで、まあ総務省管轄で10万円っていう、ちょっと経緯わからない、そうなったような気はするので、うん、今回やっぱ生活に根ざしたところで、うん、まあコロナ今後のことも考えて、厚労省の方が、まあネットメディアに訴えるところ、うん、あとはまあ女性の方を味方につけるっていうところでも、いいのかなっていう、うん、っていうのがまあ正直僕の意見ではあります。ただほら、あの配り方が、
その各自治体を通じてほら、うん、配るというやり方またするとすればよ、これちょっと現実的な話言ったけど、うん、別にどこでもええねん、どこでもいいんやけど、うん、あの現実的に配る方法はこうまだ前の方法あの時も決まってなかったやんか、前はどうやって配るか、うん、で一回で実際にあったのは自治体を通じて配ったから、うん、一応まあ総務省があの何ちゅう勘だというか、あのちょっと僕その辺であればマセマセのは本当は知ってんのちゃん、僕ちょっとわからないんですよ、その本当のとこは。あのね、この間10万円給付について最初 DV 以外の女性も元夫とかあの現夫の方に入っちゃうっていうのが途中で女性団体の申請によって請願によって対象が個人でもこの DV が確認される方は個人で受け取れますよっていうことになったじゃないですか、前回の10万円給付について。でそれどういう立て付けだったかというと、あのその誰が DV 被害を受けてるかっていうのは女性団体とか市や県の、 あの、相談員、女性相談員さんが把握してらっしゃるんですよね。でその時に10万円給付の件が上から降りてきたって言ってたよ。内閣府に今 DV 被害の、 あの相談センターみたいにできてるんだけど、内閣府から上から降りてきて、で多分あの連携してるんですよ。10万円給付を本当に困窮してる女性たちにどうやって配るかっていうことは、一回今回の給付の時に厚生労働省、内閣府から厚生労働省を通じて、うん、あの降りてきたんですよ。まあ今年は今年のやり方でって、まあね、うん、で、うん、そのやり方っていうのが一つあるんですよね。で今ある制度の拡充と、もう口座に紐付いた10万円給付のこの口座活用と両方したらいいと思うんだけど、うん、どこかでこのその交通整理みたいなのもしていく必要があるよね。そうですね。でさっき言った鈴木さんの詐欺みたいなことを、うん、あのなくすためにもこの両財務省と総務省と厚生労働省が膝つき合わせてこう問題整理するみたいなことは今後必要になってくるんじゃないかなと思うんだけど、まあ縦割り社会だから難しいですけどね。この間10万円って伊藤さんに言われて分かったのが、あのその人単純にあのマイナンバーやっぱり管理してるから。ああそうなんだ、はい、マイナンバーって総務省なんだ。そうですね。あのだから今チャンスはデジタルのほらあの人たち、デジタルの、うん、デジタルの人たち、そういえば、うんうん、デジタル庁に言ってあげると、ちょっとそのほら、うん、どういう、ちょっとこれ邪道やけど、これあれか、みんな聞いてんかな、これ。聞いてます。え、みんな聞いてんの、これ。これ、あんまり。いや、言ってもいいよ。この間デジタル庁、ね、どうぞ。うん、いや、僕、デジタル、あんまり、その、いい面、悪い面あると思うんやけど、その、あの今こ、なんか、まさまさん言ってる、まあ、ベーシックインカムでしょ、これ。ベーシックインカムを、やるいうことは、やるために、その例えばデジタルがこううまいことね、あのあれですよ、例えば住民票ない人の問題とかね、そういう問題も僕はあると思うんやけど、それまだそれで大事なことやと思うんやけど、まあ、とりあえずベーシックインカムを実現するいう意味でデジタル庁は今張り切ってるから、ちょっとどういうふうに接点作ったいかわからんねんけど、あの人たちはあれちゃう、そのやる気はやる気になれば、そういえばデジタル庁大臣の会見も聞いたんですよ、うん、そしたらなんかこの10万円給付についても言ってた気する。でもっとなんかデジタルマネーで一律でなんかこう無駄なコストなくできるっていうようなこと言ってた気がするよ、うん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 、だからマイナンバーの紐付けのね、うん、まあ、それで、まあ、マイナンバーを普及させたいっていうのもあるんですけど、うん、まあ、でも確かに伊藤さんが言ったように、まあ、今、デジタル庁というか総務省管轄かな、うん、まあ、紐付けてやるっていうのは、まあ、そこはもうスピードの点で考えるのと管理の点で考えるのとはもう一番メリットがあるのかなと思います。多分さ、今までの省をまたいだベーシックインカム実際やろうと思ったらどこか省庁の管轄ではないんだよね。でハワイのね、
こうベーシックインカム手法を作ったクリス・リー州議会議員さんにインタビューしたときに、彼が作った州法が全会一致で、これから長期的には全ハワイ州民にベーシックインカムを配りますという州法を作って、で全会一致で賛成させた若い36歳のイケメン州議会議員さんだったんです。で彼が言うには、こう経済産業省と厚生労働省の合同ワークチームができて、この政策の実現のためにどの世代、どんな家庭環境にいる人たちに十分に保障がされていないか、そして、どこに先行投資をしていけばハワイのサービス業は衰退してしまう、 AI の導入によってね。で AI の導入と地球温暖化によってハワイこう海岸がどんどん近くなってるから、ビーチ短くなってるから、そういう意味でも産業は、観光産業は衰退してしまうと。じゃあこの AI 地球温暖化環境激変時代にどういった仕事だったら残るのかっていう経済効率なども考えた上で、この2つの部署が、省庁がワーキンググループ作ったって言ってたよ。日本もそういうことを私たちが主導してさせればいいんじゃないか。なんか今なんか毎回さ申請してさ、なんかこう、撤退してさ、もう一回お願いしていってさっていうんじゃなくてさ、むしろワーキングチームを作れみたいな、命令する側になりたいね。制度を、例えばワーキングで厚労省と総務省が作って、ハンズオンっていうか実行するのが総務省っていう、そのワーキンググループ、だったら、その縦割りで動けないんだったら、まあ、俺たちが動くよみたいな、国会議員含め。やっぱ組織って動けない事情あるじゃないですか、半沢直樹じゃないんですけど。まあ、そういうのに関しては。何のしがらみもないんで。そう、しがらみない人間が動いて、坂本龍馬じゃないんだけど、接待もしてもらってないんで。そう、接待はね、断らないんですけど。20歳も誘われたこともないんで。誘ってくれればすごい。誘ってくれれば行くんだけど。でも、やっぱりね、しがらみのない人間、やっぱり幕末維新じゃないんですけど、スピードを持って動かすのは、そういう人間は必要です。だから、忖度なしに動きますよっていうところで動いて、各々にメリットを感じられることをするっていうのが大事なのかなと思います。でまず厚労省でメディアを動かす。で、まあ、制度を動かす。それでまあ、その地位名誉っていうところが、メリットとしてね、享受できる国会議員を動かして、あとはその実績として、功績が残る、各省庁の方々に、動いてもらうと、まあウィンウィンとはいかないまでも、そういう動き方をちょっと今回の請願で狙っていければなと思います、この片山さんもどうかな。片山さんはね、この4日の参院予算委員会で論戦で、菅首相が自ら掲げる自助共助公助について、そうしたことを目指したいという私の考え方は変わってないと答弁した。自民党の徳重正信氏が自らの創意工夫で業績を伸ばしている企業もあると指摘。首相は確かにコロナ禍で大変な状況だ、公助としてしっかり支えていくのは当然だと述べる一方、自らの創意工夫でコロナ禍の中でも事業を伸ばしている人もいると応じて、自助も重視する姿勢を示した。11時20分、政府の新型コロナ対策分科会の尾身茂会長が、首相の表明した緊急事態宣言の2週間延長の延長について、私個人としては基本的にはその方が適切だと述べた。ちょっと待ってね。その後、医療への負担の軽減が改善安定の方向に行くことが必要。首都圏はリバウンドの可能性が他の地域より高いの2つを挙げた。これが、この日本維新の会、片山さんの質問か。結局、なんか、それしか言ってないのか。片山さんは、氷河期世代のさ、立ち上げの、でもなんか、この、見て見て。政府が今回、コロナ禍の孤独対策に乗り出すと聞いたとき、氷河期世代の引きこもり支援と共通点が多いと考えたところが確認すると、2つの部署は全く連携していなかった。
った。で、この日の予算委員会では、スクール部たちの期待を裏切らないためにも、共通の政策として認識してほしいと訴えた。首相は非常に適切な指摘だと前向きに応じた。つまり、こう、今の、こう、縦割り行政が、コロナ禍での氷河期の困窮してる人たちとか、引きこもりとか、の、救済ができてないということを実際訴えて、で、省庁またがって、なんかすぐ入れて、だから片山さんと一緒に行ったらどうかな。片山さん YouTube チャンネルやってるし、片山さん YouTube チャンネル放送してもらいながら、氷河期世代全国ネットワークで行くんで、一緒に行こうって言ったら、行くんじゃないかな。うん、てみようか。私も賛同します。何党でもいいよ。うん、何党でもいいし。うん、維新はね、維新の人はね、いい人はいいんですよ、すごく。うん、なんか今いろんな人おるけど、まあ、それどこの政党も一緒やけど、うん、僕維新の片山さんって知らあんまり知らなかったんやけど、今松山さんの話ほら朝日新聞に出てたんですよ、うんうん、で読んでね、やっぱり質問も、うん、国会の質問聞いとってもすごくなんか、うん、知らなかったんやけど、そういう氷河期とか今回孤立担当のあれやね、創生か、うん、地方創生大臣になんか質問してね、あ、そういうことなんだ。そうそう、だから世の中分からんということを言いたい。だから維新の人もいい人おると、はい、氷河期世代も新たなるステージにさ、行っててさ、長年ニートしてた子たちがさ、この親がさ、施設に入るとか、入院するとか、もしくはいなくなるとか、経済的にその親の授業がもう、ダメになって、で、賃貸だったけど、この賃貸払えなくなるとかさ、いろんな状況になって、実家解体になるケースって、重くなってると思うのね。うん、で、そうだよね、50問題。で、そうなると、この、私たち氷河期が引きこもってた家がなくなるっていうさ、大量ホームレス発生事件発生ですよ、これは。社会問題化ですよ。で、それに対して今、具体的な対策を全然取ってないわけじゃん。でコロナ禍でまたこれ、まあ、半分話がジャイになってそうだよね、うん、他ね NTT か何かが氷河期の方300人ぐらい採用するってすごい大きな動きだと思うんですけど、うん、コールセンターとかそのエンジニアとして、うん、氷河期世代を300人採用します、うん、でも片やリストラも起こってるので、でもやっぱそういうところで、まあ結局治安っていうのも悪くなってくる、大量にホームレスが出てくる、うん、そういうことを考えたらやっぱりそのサポート、うん、まあベーシックインカムだったりとか、あのブリ買ってある、あのもうちょっと、もうちょっと待って、声が小さい、わかんない、聞こえないかな、あ、そっか、大丈夫かな、うん、でも大事なポイント来たね、うん、片山さんにちょっと相談してみようか、片山さんにこの追加現金給付アクション一緒にして、これ追加現金給付プラス現状、ここにまたもう一個出てきちゃったよ10万円給付、学費完全無償化、氷河期対策。10万円給付っていうのは本当にベース、うん、生活困ってるこのコロナ禍の全体的な動きで、うんうん、未来を考えた時に、うん、その学費の無償化、うん、やっぱりその、まあ、ある意味そのシングルマザーとかその、うん、まあ、ある意味昔だったら分からなくて買って苦しみを持ちたいとか、まあ別れるっていうところで、その人たちにとってのやっぱ支援、うん、その子供たちの未来を潰さない動きっていうのはちょっとそこのこうまず10万円のと下にこうしっかりついてくる、うん、未来のための政策、うん、今の政策と未来のための政策を合わせてやっていかないと、うん、早く経済回復はしませんよっていうところもあると思うので、うん、まあ、でも子供の教育資金って本当に大切っていうか、こう来年かな、次年度か、
あの無償で、次年度は無償で、まあ、パソコンない家庭にあのタブレットを支給しますってなってるんですよ。もしかして Zoom で授業をやるかもしれませんみたいな感じで言ってるんですけども、翌年から3000いくらいただきますっていうのと、各学校につき30人までって決められてるんですね。ってことはそれ募集も募集漏れた子たちって授業受けられないのってなっちゃうんですよね。で、かつ3000円負担しなきゃいけないのって、学校の義務教育なのにみたいな。3000円っていうのが月です？いや、そうですね。期間と半年だったか分かんなかったですけど、ちょっと。なんか そういう案が出てるんですよ。そういうふうになり、なる可能性がありますっていうふうに来たんですよ。プリントが。その委任関係とかっていうところはまたプラスオンで考えていくところは大切だと思うんですけど、まあ、その前にまず分かりやすくやっぱりその指示を得るっていうところはあのベーシックインカムじゃないですけど10万円給付かな、学院無償、シングルマザー対策、生活保護。そうなんですよ。義務教育なのに、そういったの無駄なというわけじゃないけども、なんかそういったものが入ってきてるみたいな、まあ、だんだんそういうの教育費上乗せになってきてる、法律もだからそういう民間委託とか、あ、そういえば話飛ぶかもしれないけど、郵便局の私口座団体口座の確認が、うん、そのままだはがき届いて、裏面英語なんだよね。なんかこう今後デジタル化していくときにアメリカに売られたっていう、なんかこのしばらく水道もね、そう、なんかこの口座があるかどうかを確認しますっていう、この氷河期世代で使ってるマザーアースの口座が本当にあるかみたいな、住所確認届いたんだけど日本語のじゃないんだよ、表が日本語で裏面剥がすと英語の契約書みたいな。郵便局売られたんって思ったんだけど、外資入ってるでしょ、特に入ってるね、うん、アパホテルの一人勝ちだ、まあ、いやいや、何でも民営化がいいっていうわけじゃないっていうのも今回知ってほしいなと思います、うん、あの小さな政府じゃなくてこの大きな政府の重要性、ある程度さ、お金に余裕があればさ、水道代だってなんだってちょっと長くても払えるけどさ、景気がいい時の話だ、うん、だから結局まあ赤字を、まあね、国家とか自治体の赤字が悪っていう方向になってるから、まああとちょっとこれ話それちゃうかもしれないけど、うん、このね、田村厚労大臣に対する片山さんの予算委員会の質問で、雇用調整助成金の財源枯渇についてっていうのがあるんだけど、雇用調整助成金財源枯渇してんの？5月から減額になります。あ、そうなんだ。今最高1万5000が1万3000いくらだったっけな、になるんですよ。だってこのコロナが終わるまではさ、雇用調整助成金を全部活用してしのいでくださいって言ってたのになくなっちゃうの。で、かつ、なんか条件があって、本当に赤字の企業はみたいな形、それはしばらく大丈夫だけれどもみたいな、そんなようなものを見たような気がします。なんかこうそこに予算増額するならまだしもさ、なんか大事なところ削るタイミングじゃなくないんじゃないっていう、金をすれって感じ、うん、日銀は金をすって必要なところにやっててほしい。ていうか、もともとのその月額が最初の本当に最初の雇用調整助成金の金額が確か8000いくらだったっけな、だったけど6000いくらだったんですよ。もうあすから減額の中に行ってますね。ワクチン終わるまでにしろ、ワクチン、やっちゃうから景気回復するまでにしろ。そうだよね。まあ、じゃあ一番の究極の手は消費税でしょ。ね。誰も言わないけど、要は何だろう、元よりも1万5000円に最長伸ばしたんだから、もう元に戻すよりも少ない多いんだからいいでしょ的な感じです。どういうこと？いや、元々のその雇用調整助成金の上限が1万5000円になった前の額よりも多いから、1万5000
円って引き上げた額なんだ。最初に使ったんだ。そうです。失業保険もらうときの最高額だったんですよ。ってことは8000円だったかな、6000円だったかな、だったんですよ。それを1万5000円に引き上げたので、緊急事態宣言で。そうですね。でも、大体話でいいまとまり方はしてきましたね。やっぱり、顔をつけ合わせながらオンラインで話して。よかったね、まあ、ある程度は集まってやってた。そうそう、やっぱり一人一人やるよりかは。そうそう、今コンサートだったな。コンサートでいいですね。うん。まあ、しょうがないね。どういうタイムスケジュールで何しようか。アクションですね。ね、フェーズ1としては申請。うん。まあ、いつ行くかっていうの申し訳ない。ちょっとそこら辺の調整っていうのはわからないんですけど。まあまあ、まず平日だから行けない人はそれはしょうがないですね。うん。で、あれさっき言ってた文科省はこの高等教育無償化の部署に行くってことだよね。高等、まあ大学。高等大学。まあ、大学。で、あと厚生労働省は大臣宛てだけど、どの部署に行けばいいってことになったの？ここまで決めてないです。ここも決めてないんだ。うん、まあ、まあ、あとからでもいいですけどね。うん、ただそのアポの電話するときに必要なんですよ。まあそうですね。まあまあ月曜が火曜になるぐらいだったらもうそんなに問題はないんでしょうけど。うん。うん、だまあ今週頭ぐらいだったら分かれば。多分ね、これね、すごい、特に厚生労働省は文面を出してからアポを取るまで2週間みたいな、うん、なんかそんなことを言われがちだと思うんで、月曜日に文面、これならこれ。できれば出したい。で、これで行きたいんで、なるはやで会いに行けますかっていうのを申請をして、うん、どこの場所かって。そう、で、アポ取って、何日に行きますみたいなアポ取って、でその日に、文科省、例えば午前中行きます、うん、で、厚生労働省1時に行きますみたいな、うん、で、その後厚労省記者クラブ3時みたいな、で、そういった日にちを作る必要があると思います。1日で済まそう。まあそれは1日で済ましたですね。うん、で片山さん誘おうとしたら片山さんのスケジュール聞くのっていうこともあるんだけど、まずひょっとしたら厚生労働省って申し入れを受け付けるまでに2週間お時間いただきますみたいなかと言われたことあるから、うんうん、月曜日行っても緊急事態宣言最後の日みたいになっちゃうかもしれない。うん、まあそれはもしくは、うん、でもそこで決まるはずないから。そうかね。で、悪いけど21とか、うん、緊急事態宣言って何日までって言ってたっけ？多分その辺だと思う。21 終わったぜ。だから月曜日誰がアポの連絡するんですかっていう問題がある。まあ、できるんだったら私がやりますけど。マジですか？じゃあお願いしてもいいですか？で、元さんが作った、何でしょう？雇用調整助成金の特別処置の件なんですけど、はい、上限が1万3500円に変わります。で、助成率が前10分の10だったところが10分の9になります。やってらんねえます。まあ、90%ですね。うん。とりあえずはまあこのフェーズやっぱり枯渇してきてるっていうことですね。フェーズ1をやらないことにはね、その後に進んでいかない。どこの局かな、ちょっと厚生労働省、まあ、まだ月曜まで時間あるからね。でも時間あると言ってもやること同じなんで、ね、職業安定局の可能性が強い。で、厚生労働省とりあえずはまあね、あるところ、ちょっとそこ行ってみる、そこ行ってみましょう。この事業種への支援とか生活保護管轄してる人はどこですかっていう、まあ少なくとも明日までにどうにかなるか、そこの部分は、うん、グループの向けていただければ、まあ、うん、ね、コールセンターっていうのがあって、いや、コールセンター全然ダメですよ、あんまりかけたけど、あんな素人が、いや、結構
国会でね。強めに言わないとね、ここで。まあ、コールセンターに行ってもね、ダメですよ。フリーダイヤでしょ。やっぱりもう直接かけるぐらいの感じでやらないと。じゃあある程度その どの部署に行くのかっていうのを絞っていった方が、うん、そうですね、それはコールセンターで買い回される可能性が減るんじゃないの。コールセンターはもう、まあ、ただ電話を受けるだけなんで。今片山さんに電話したら出ないかも、ね、うん、勢いで電話しちゃおうかな。ダメならダメで、まあしょうがない、オンライン中って書いてあるし、まあ基本的にはまあ福祉課の管轄部署になるので、福祉課ね、どの部署に行ったらいいのかちょっと相談したいんですけど、福祉課関係ね、出ないか、直前ですか、じゃあ知恵を借りる感じで、その氷河期世代とコロナ禍での十分な保障、10万円給付、引きこもり支援などを相談したいんで、うん、先日の質問すごく良かったです。雇用金と児童家庭局っていうのがあるんですけど、そこは結構その家庭福祉課とか育成母子保健課、雇用金と児童家庭局、なんか良さそうだね。でその隣が社会援護局で保護課っていうのがあるんですよ。あ、そこもちょっとまあ悪くはないかも。この2つの部署に絞られてくるかなと思います、うん、あと年金局とか、みんなちょっと違うような気がするけど、職業能力開発局、職業安定局、まあ、職業安定局もね、これは違うと思うので、氷河期ネットでさっきの、児童家庭局、引導家庭局と、うん、社会援護局、社会援護局ね、すげえ名前だ。あ、じゃあちょっとそれ教えていただけますか。今どの部署に、部署に相談したら人に請願が良いか、お知恵いただけませんか。で、今出してくださった部署を。こっちの方が母子家庭局で、雇用金庫を児童家庭局。写メで撮っちゃおう。これはですね、厚労省もあれですよね、まあ組織ですよね、そう、PDF で、ね、出てくるんで、ね、で、ちょっとこの岡本さんが作ってくれたこの PDF を、高山議員に送ろう、まあ、ちょっとどこに出すかわかんないからね、で、なんか一緒に請願行ってもらえませんかって、うん、一緒に請願行っていただけませんか。請願返事だけ、まあ、基本的な平日ですね、まあ、うん、それだけはしょうがないですよ、やっぱり向こうはね、うん、それは土日休みなんだよ、僕たちもです。土日休みは厚労省ほとんど非正規なんだって。まあそうですね。だから窓口のことを人たちも多分同じことを考えているはず。うん、まあ、だって最初コールセンターに対してももうそのなんか非正規のなんだろうね。非正規です。じゃあ。ふざけんなよって感じ。そうですね。それそれ。あ、ちなみに年金事務所も非正規めちゃめちゃ多いですよ。うん、そうですね。まあ、ハローワークもそうだしね。なんか本当やだね。全員正社員だよ。ね、みんな誰も彼も学安定。公務員ってちょっと前まで安定雇用の代名詞だったと思う。まあ、そうは言ってられなくなった。だから公務員の数ってものすごい減ってるんですよね。ちゃんとしたその正しいその正規じゃない公務員って、うん、採用数がもうものすごい減ってる。そろそろかね、もう5時45分なんで。あ、じゃあそろそろ。じゃあちょっと。すいません。じゃあ指名みたいな感じ。でもちょっといい形で動けるかと思いますんで。
じゃあ、てかなんか今日はすごいまとまったんじゃないんですか。やっぱね、岡本さんにこれ作ってきてもらったのよかった。まあちょっとじゃあ自分のちょっと話ちょっとだけいいですか。はい、うん、あ、はい、まあ、2月19日に、まあ12月、昨年の12月に、まあ勤めた会社が、うん、からの社長からいきなり、まあ、うん、ちょっとね、なんかこの辺の洋服がただ汚れてただけなんですよ。なんて大したことじゃないんですよ、元の原因はね。それをたまたま、まあちょっと社長が、まあ必要だったかのみたいで貸さなくちゃいけなかったんですよ。でそれを、まあまあジムのおばちゃんに、まあ渡して、あれ大丈夫って言ったら、大丈夫だよ、洗うからみたいな感じで言って、でそれで渡したら、なんだこんなもんみたいな感じで、うん、こんな人間が着るもんじゃないみたいな感じで言ったみたいで、でそれでだからその翌日ぐらいに呼び出されて、うん、まあなんで汚いんだって言ったら、うん、いや、まあ、今までクリーニングとかそういうのやってくれる会社にいたんでって言ったら、そしたらなんか生意気だみたいな感じで、まあちょっとまあいろいろやりとりあったんですよ。それで、うん、あ、もうあ、だからもうやめろみたいな感じで。ストー解雇ですよ、ね、うん、まあ当然ストー解雇ですけどね。まあ、まあ、だからもう結局その日もうそのまま心療内科行って、診断書取って、ファックスで送りまして、うん、1ヶ月、うん、休職って、まあ、いや、まあクビだって言われたから休職もないもないんですけどね。まあまあ一応なんかやんないとダメだと思って、うん、そうですね、まあ、うん、クビだって言われてもう、まあ、そうですね、診断書出さなきゃクビじゃないので、うん、まあまあそれで、まあちょっとね、ここ、うん、最初の頃はちょっとね、かなり不安定だったんですけど、まあね、あの組合、うん、まあちょっと、まあちょっと名前忘れますけどね、組合の団、まあ団体交渉、まあ、11日とかその辺になると思うんですけどね、まあちょっと、まあ段取りしてもらってますけどな。まあ、あとですね、まあ、まあ、やはり今まで、まあ4回ほど、まあまあ、増山さんがね、ずっとほとんど一人でやられたっていうことを、聞いたんで、まあまあその一人の人にね、あの、まあ、なんていうか負担かけるっていうのが、まああんまりいい状態ではないと、まあ自分もちょっと感じ始めてきて、でまたまあ3回目の時行った時ね、あの女性の話したじゃないですか、財務省でね、うん、あの提出した時にね、うん、まあちょっとね、録画とかできなかったから残念だったけど、うん、あの時、まあすごい感情を出してなんか言ってたような、うん、なんかそれ見て、まあ本気だなと私は思いましたよ。だからまあまあ自分のね、どこまでそんなできるかどうか分かりませんけどね、まあせめて増山さんのお力添えになれればということで、まあ今回、まあこうやってちょっと聞く、まあ場所の、あの段取りもしましたし、まあこうやって嬉しい、うん、請願書も書きました。まあ本当に、うん、増山さんだけの問題じゃなくて、本当に皆さんの問題だと、もうみんなの問題だと思うんですよ。だからまあ本当にもう知恵をどん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 貸してください。そう、私の負担が楽になるのもありがたいし、でもそれだけじゃなくて、この実際4回請願に行ってまだ10万円しか勝ち取ってないんですよ。でこれ本当は毎月っていう話なんだけど、追加現金給付するタイミングはいっぱいあったのに、しないまま時間が過ぎてるってことは、我々の運動がきちんと成果をなせてないっていうことなので、今までと同じ方法ではいけないっていうことなんですよ。でそれはすなわち私だけが一人で頑張って空回りしているという状況ではいけないということなんですよ。まあ、でその運動を成功させるためにも役割分担をきちんとして、でこの輪を大きくしていく必要があると思うんですよ。でただ賞賛は結構あって、だって女性の自殺率も上がってる、感染者も減らない、で GoTo もしない、で経済的にも困窮していくのは目に見えてる。4月になったら多分学校を辞めちゃう子がさらに増えると、じゃあ何かしなきゃいけないよねっていう状況なんで、じゃあこれをしたらいいんじゃないですかってすかさずなんかこう具体的で実現可能な請願をする
なおかつこの役人って一人じゃ動けないけど、国民民の声がみたいなのがあると裏付けがあると企画通りやすいじゃないですか。これは最初の、あの氷河期世代全国ネットワークが10月10日だったっけ、12月10日にした請願のタイミングにも似てると思うんですよ。あの時も何かしなきゃいけないけど、当事者の声とかがなかったから、あの予算がどうつくかがボワンとしてたのが、私たち行った後ボンボンボンって決まったもんね。その後コロナが来て、正規も何も最初に首切られてんの氷河期なんですけどって話なんだけど、あのなんでタイミングとしてはベストだし、で緊急事態宣言伸びないかなと思ったら伸びたしね。だとしたら今しかないでしょって感じなんで、頑張りましょう。これをおお頑張ろう。やる気満々。ええよ、頑張りましょう。なんで Facebook とか見てか、皆さんね。ね、皆さんね、仕事できる人たちいっぱいいるのに、なんでこんな切られるんだろうなっていうのがね、やっぱりあるから。本当それはあります。じゃあ、まあ、あれ音声通ってます？大丈夫です。通ってますね、うん、やっぱり、うん、徐々に変えていきましょう、うん、徐々に、まあその一人ができることをね、ちょっとでも始めていってね、やっていけば、うん、もしかしたら変わっていく、うん、変わっていくと、うん、信じてますよ。なんてね、ちょっとキザだったから。いやいや、ね、なんてねって、なんてなってあれ、あの枠さんじゃないんですから。まあ、うん、でもそうです、まあ、そうですよ、まさしくですよ、うん、本当に思ってるから中では、うん。ということで、あのこれからなんかいろいろとね、はい、定期的にやっていかなきゃいけないですよね、本当に。そうですね、本当に。まあね、もうどうしていいんだか分かんなかったけど、なんとかまとまって、うんうん、よかったです。はい、あ、ほっとした。今日すいませんでした、いけなくて。いえ。まあお子さんも大事だし、うん、他のことも大事、うん、できる人がまあこうやってね、やっていければいいと思いますよ。はい、はい、ではこんな感じで、じゃあ配信を止めて、はい、止めて、ご視聴いただいてありがとうございました。ぜひアイデアご支援お願いします。日にちなどが決まったら告知すると思います。またチェンジする、あのチェンジってネット署名、あ、まあ、うん、2週間多分持ってくまで時間かかるから、ね、うん、これの内容で請願しようと思うんだけどって言ったら、うん、ここにこの反貧困系の団体とか、あとシングルマザーの団体とか、いろんな団体がだんだんこう団体賛同みたいにしてってもらうように、うんうん、日にちと枠組み決めて全みんなで行きましょうみたいなことを呼びかけながら、2週間ネット署名もして何万人集まりましたみたいな、はい、形作っていった方が効果的かもしれないし、ね、多分いずれにしても1週間2週間待たないといけないんじゃないかと思うから、まあね、かかると、そう、月曜日まずこの厚生労働省、文科省のこの高等教育の担当係、うん、はい、もし後でどなたか電話番号ぐらいまで書いていただくと確率だと思うんですけど、す、岡本さんにかけていただいて、で、あと厚生労働省のどの部署がいいちょっと決まったら月曜日に一回かけて、なんとか、アポを取って、アポが取れたら厚生労働省の記者クラブにその申請して記者発表もするっていう形を作りましょうか。わかりました。頑張りましょう。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。抜けます。すいません。